とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は最強武器ランキングやっていきたいと思います。アップデートが来まして、いろいろと修正なども入ってます。それも踏まえて、最強のトップ5決めていきたいと思います。このランキングには個人的な意見が入ります。ご了承ください。さあ、それでは最強武器ランキングトップ5やっていきましょう。さあ、それでは最強武器ランキングトップ5やっていきましょう。第5位はこの武器です。ブロードソードですね。攻撃範囲も広くって攻撃力も高い。使い心地は抜群にいいですね。で、この武器を使うにあたって絶対必要だなって思うスキルが吸血です。よく質問でブロードソードと心を奪うものどっちが強いんですかっていう質問が来るんだけども、ブロードソードの方が強いです。なぜかって心を奪うものは吸血がもともとついてる。これね、吸収率が低いんだよね。やっぱり、モブからの HP を 9% 吸収しないと生存率が下がってしまうので、ブロードソードの方がいいと思います。で、ブロードソードにつけるエンチャント、これはね、もう吸血以外は全部火力で特化していっていいですね。クリティカル追い打ち、あとは最近出てきた読みなんかを入れていくといいです。まあ、攻撃範囲が広いと言っても後ろの方には対応してないので、重力なんか入れるっていうのも選択肢がありますよね。ということで、第5位はブロードソードです。それでは最強武器ランキング第4位はこの武器ですね。スポンジストライカーです。アップデートで若干弱体化されたんだけども、それでもまだまだ現役で使っていけます。まあ、この武器雑魚戦では使えないです。もうはっきり言います。雑魚戦では全く使えない。ボス戦で輝く武器ですね。アップデート前はこれでもうどのボスでもワンパンで倒せたんだけども、アップデート後からはワンパンで倒せない敵も出てきました。ガードの上からはダメージが入らないとか、そういう制限がついたんだけども、でもそれでも強い。ワンパンできないにしても、ある程度のゲージを減らせるので、これは唯一無二の武器かと思います。一本は持ってた方が絶対に役に立つと思うので、一本所持しておきましょう。ただ雑魚戦では使えませんよ。注意してください。第4位はスポンジストライカーですね。さあ、それでは最強武器ランキングトップ5第3位いってみましょう。第3位はこの武器です。不滅のナイフですね。この武器はソウル吸収用の武器となってます。ソウル吸収する武器が、まあ、限られてまして、その中でもこれが一番使える装備となってます。普通にソウルを2吸収することができて、さらに流れ込む魂をつけると3回収することができます。そして流れ込む魂の効力で HP まで吸収してくれる、そういったね、素晴らしい能力を持ってます。で、もしも攻撃することになっても、まあ、ソウル回収系で一番強いと思うので、それも問題ないですね。これのおすすめのエンチャントなんだけども、まず流れ込む魂、これは絶対必要ですね。で、別に攻撃することはそこまでないと思うので、防御系のスキルもつけておくといいと思います。まあ、ガードストライクなんか、おすすめですね。そして衝撃波と旋風ですかね。そのあたりをつけとけば間違いないと思います。第3位は不滅のナイフです。
では続いていきましょう。最強武器ランキングトップ5第2位。第2位はこの武器です。闘志の締め具ですね。これはね、このマイクラダンジョンズが始まってから今までずっとね、強い。間違いなく、一つ以上は持っておいて損はない武器となっております。まあ、とにかく万能なのよ。どこでも使っていける。誰にでも使っていける武器なので、これはね、絶対におすすめ。うん。新規で始めた人も、まあ、すぐに、これを入手するように動いていった方が後々楽になるので、この武器はおすすめです。で、締め具のエンチャントなんだけども、絶対必要だなって思うエンチャントは輝きですね。輝きとの相性が抜群で HP 回復がすごくはかどるので輝きはいいです。そしてもう一つ重要なエンチャント、それが旋風です。まあ、締め具の二大エンチャントは、旋風輝きで決定でいいと思います。で、もう二つ、黄金スキルも入れて、もう二つ重要なのを入れるとすると、そうだね、衝撃波、雷、追い打ちクリティカル、そのあたりでしょうね。衝撃波なんかは結構優先順位が高いのではないでしょうか。まあ、旋風と輝きがついてると、もう、スタメン確定だと思っておいてください。第2位は間違いなく使える武器、闘志の締め具ですね。さあ、それでは最強武器トップ5第1位に行きましょう。第1位はこの武器ですね。星なき夜です。アップデート後に彗星のごとく現れたこの武器、間違いなくね、最強だと思います。これは使い勝手がめちゃくちゃいい。体験と怒りのいいとこを取った、そういう装備になってるんだよね。体験よりも攻撃速度が速くって威力もある。そして怒りと同じ範囲を持ってて、攻撃速度が速い、そういうやつですね。で、これに合うエンチャントっていうのが奈落、虚無の攻撃だね。あれをつけてガシガシやると、まあ死なないですね。まあ死なない。で、この武器は回復がないので、まあ吸血、もしくは俺のおすすめなんだけども、スパイダーアーマーだね。スパイダーアーマーをつけてこれを振ると、まず死なない。まず死にませんね。アーマーの 6% 吸収で、もうとんでもない回復量を誇りますし、さらに、攻撃速度がスパイダーアーマーは上がるので、ベストマッチなんですよ。もう今はね、ほぼこの武器しか使ってない。これか、ソウル吸収の不滅のナイフ。もうこの2つしか、大体使ってませんね。間違いなく強いので、入手してみてください。第1位は、星なき夜ですね。さあ、それでは、最強武器ランキング、いかがだったでしょうか。弓ランキング、防具ランキング、いろいろやっております。そちらのチェックもよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。